どうもどうもこんばんは、社畜と申しますって言ったところで、本日も飛び盛りをやっていきたいわけなんですけど、今日はね、24時間365日働いている静江さんに休んでいただきたいなと思いまして、ちょっとね、アミーボを使って静江さんを呼び出していこうと思います。そう、アミーボで呼び出すことによって、ゆうたろうくんというね、超有能な助っ人が現れて、で、ゆうたろくんが代わりに役場の仕事をね、してくれるんですよ。で、それに伴い、静江さんにはね、オートキャンプ場で休んでいただくと、ね、そういった形でね、本日はやっていきたいと思います。よし、早速静江さんを呼び出していきましょうか。こんにちは、ゆうたろうくん。君は静江さんの代わりに働いてもらう。めっちゃすごい顔芸してくるな。道盛りのキャラクターってさ、割と顔芸してきますよね。はい、っていうわけで、早速静江さんを呼び出していきましょうか。あら、社畜さん、ご機嫌いかがですか？いや、もう機嫌はめっちゃいいっすよ。とか言ったりすると静江さんっぽいでしょうか。さて、あなた様は何をお望みでしょうかと。いやいや、もうそう言われてしまうと、たまには休んだらとしか言いようがないよね。そもそも選択肢が2つしかないから、それってもう一番上をおのずと選ぶしかなくなりますよねっていう話なんだけど。はい、っていうわけでね、静江さんは24時間365日しっかりと働いてくださっておりますので、ぜひね、この機会にオートキャンプ場で休んでいただければと思います。いやー、けど本当にね、体は資本なんで、こうやってたまにはね、休んでもらわないと、静江さんに体壊されたらさ、誰か役場の仕事するのってなっちゃうからな。さすがに村長の自分が役場の仕事も兼務するとなると相当辛いんでね、やっぱそういった意味だと静江さんには頑張っていただかないといけないというね、そういう使命があるんですよ。改めて思うけど、これかなりブラックだよな。ブラックすぎないか。ブラックマジシャンガール並みにブラックやで。はい、っていうわけで、オートキャンプ場にテクテクと歩いて行くと、さあ、超久々のオートキャンプ場やな。かなり久々ですね。はい、っていうわけで着きましたね。お、キャンプファイヤーがめっちゃいい。そしてマラカスを振るっているなんかおじさんがいると、完全に不審者ですね、パニエル君と。特に何もない。ゆっくり休んでいくといいよって、別に休まるようなところではないけどね。さあ、早速キャンピングカーの中に入っていきたいと思います。さあ、誠一くんがまずいますね。静江さんのところに行く前に、まずは誠一くんにお会いしておきましょうか。ちなみにこの間鳥羽水族館に行きまして、で、そこでね、トドとかいろいろね、こういう系の動物を見たんですが、ね、思ってるよりめちゃくちゃ似てるよね、これ。めちゃくちゃ似てる気がしますが、絵を描くのにうまいとか下手とか実は関係ないと思うでごわす。なるほどね。絵を描くのに関係ないのか。一番大切なのは描きたいものを精一杯描くことってことなんだと。なるほど。いいこと言うな。確かに。やっぱりそのうまい下手とかよりさ、自分の好きなものを描く、自分の好きなものを描いていく。ね、そこがやっぱり重要ですよね。さすが分かってるわ、誠一くん。本当に。こんにちは。さあ、静江さんのキャンピングカーに来ましたね。こんにちは。お、メガネかけてる。え、待って。静江さんってメガネ系女子だったの？え、知らなかったんだけど。え、やばくね？めちゃくちゃ可愛いんだが。そしてこれは静江さんがいつも着てる服かな？多分見た感じそうですよね。で、メガネ姿の静江さんが出迎えてくださると。いやー、静江さんの私服も普通に可愛いね。そしてスクーター乗るんかな？スクーターありますね、ここに。あら、村長、もしかして私のことを探しに来られたのですか？その通りですよ。事前にお伝えできなかったんですが、今日はお休みをいただいていたんです。あ、なるほどね。もう全然いいっすよ。むしろめちゃくちゃ休んでくれ。そう、静江さんの体がやっぱり心配だからさ、24時間365日って、もうそれ体潰れろって言ってるようなもんだからな。
本当にひどい話だわ、このシャチホコ村。ね、まさにブラック企業ですね。これもうブラック企業。いや、もうブラック村だわ。そう、ブラック村ですね。はい。っていうわけで、静江さんの代わりに、あの有名な雄太郎くんが、しっかりと代役をこなしてくれているのか、見ていきましょう。お、雄太郎くんめちゃくちゃすごいスマイルやな。いやー、もうその営業スマイルは素晴らしいと思うよ。営業スマイルだけは超一流やな。もう完全に歴戦の猛者みたいな感じになってますね。はい。雄太郎くんこの通り、静江さんの役目を十分になってるのではないでしょうか。そして、下画面がちょっとでかすぎたから調整するわ。本日はお休みの静江さんに代わって私がシャチホコ村の部屋を守ります。いや、もうその顔さ、やばくない？完全にもう守る気ないけど大丈夫それ？いきなり心配になってきたわ。なんかもうさ、間抜けてるもん顔が。ダメじゃんこれ。ドヤ顔がやばいんだけど、そして変顔がすごい。あ、でも役場の仕事のことはよくわかりませんので、ああ、もうそれはね、確かに、それは仕方ないと思う。申し訳ございませんが、ご相談や苦情はまた日を改めて静江さんのいるときにお願いいたします。ふざけんな。おめえ、ふざけんなよ。全然仕事してねえじゃねえか。ドヤ顔してるだけじゃねえかっていうね。はい、まあそういったところでね、代役を務めてくれている雄太郎くんですけど、もうこれはね、かなり心配ですね。もう心配でしかないんだけど、これ大丈夫か？役場機能しないぞ。まあ仕方ないっちゃ仕方ないんだけど、まあこの時間だから人は来ないでしょう、多分。それを信じておきましょう。さあ、静江さんのキャンピングカーへ戻っていきたい。いやー、絶対ね、静江さん、あの幽霊、本当に大丈夫なのかなみたいな感じで心配してると思うわ。いやー、もうその心配ね、申し訳ないが的中なんですよ。だけどね、静江さん、せっかくの休日だから、しっかりと休んでくれ。そもそもさ、静江さんの家って存在するんかな？どうなんだろう。ね、そこがめちゃくちゃ気になるんだけど、まあ、キャンピングカーはこのような形であると思うんですけど、ね、ただ家が見当たらないよな、静江さんの家だけ。大丈夫かっていう。ね、そもそも通勤って何でしてるんだろう。ね、めちゃくちゃ気になるわ。まあ、通勤っていうか、そもそも役場自体が家かもしれませんけどね。絶対そうだよな。ね、そう考えると、こういう静江さんの私物ってめちゃくちゃ貴重な気がする。てか、よく見たらニトリとかに売ってそうな家具じゃないこれ。ね、配色がニトリっぽいな。 てか普通にニトリで売ってそうじゃない？あのベッドとか、この机とか、あの飾りとか、ね、このランプとかもそうやし。ね、めちゃくちゃニトリっぽいわ。そして服装はね、割と女子大生っぽい服装なんですよね。このメガネですか？そうなんです。実は私、近眼なんです。お仕事の時はコンタクトですけどね。いやー、個人的には別にコンタクトにしなくても、全然ね、メガネ似合ってるか、メガネでいいと思いますけどね。ね、みんなそう思わない？むしろメガネの方が可愛くないか？どうなんでしょうか？まあ、個人的にメガネね、好きなんで全然いいんですけど。そして、静江さんのスクーターのこの存在感がマジですごい。なんかギャップ結構あるよね。そして、このでかいキャンピングカーを運転してくるのもなかなかじわじわくるわ。ね。そして、静江さんの家具を見ていきましょうか。ニュー 3DS 静江。あ、これめっちゃいいな。え、これめっちゃ良くない？ああ、欲しくなってきた。3枚か。3枚やし、そこまで負担にならないと思うから、これ買っとく、一応。買っときましょうか。ニュー 3DS 静江。後で買っとこっと。これってもしかしてスクーターとかも売ってるんかな？まあ、バイクですね、バイク。バイクをね、見ていきたいけど、多分売ってるよな、これ。静江スクーターとかあったもんね、今。とりあえずこれ買っとくか。さあ、ニュー 3DS 静江バージョンを買っときましたと。ね、結構売ってるね。あ、役場の冬服とかも売ってるんだ、すごい。よしよし、っていうわけで、本日はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録をお済みでない方がおられましたら、ぜひこの期間にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。